疲れました。お疲れ様でした。今日の総評を、ね、怯えましたね。え？怯えましたね。なんで？どんな意味で？いやすごい奴らだ。奴らや。どいつら？みんなすごい奴らだな。思いましたよ。何？己の身を恥じましたよ。なんで？っていうかね、多分ね、今日出た今日出たバンドのどれよりもマックスさん2000万の方がねいいと思うよ。タイガーとかね、できないですよね。タイガーはもうなんかあのあれじゃないですか、あの取るまで続けるじゃないですか。やれって言われたらできない。そう。なんか出て欲しかったな。出て欲しかったね。ね、見たかったですよね。え？マルさんのライブ見たかったですよね。ほら。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。庄島さんです。庄島です。こんにちは。今日は PA をやっていただいて、はい、ありがとうございました。どうでした？こうぶっちゃけ本当に正直今日のライブを。ライブですか？総評して。総評。お疲れ様です。みんなオリジナルですか？みんなオリジナルです。みんな結構いい曲作ってるなと思いました。ああ、曲はねっていう感じですか？うん、そうです。本当にそう思いました。演奏的にはどうでしたか？演奏的にはもうちょっと練習をなるほどね。いいんじゃないかなっていうのも、はいはい、私も感じました、ね、正直に言いますね。はい、いいですよ。みんな感じてることです、きっと。そうですか。でも、うん、これ全部オリジナルなんですよね。そうです、カバーだって言ってやってる曲以外は。いや、うん、曲作るの上手いなと思ってました。今日のデシリットラどうでしたか？一緒ですね。変わらず。あ、そうじゃなくて、さっきのコメントと。あー、なるほどね。もうちょっと練習を。はい。精進します。それか床が置かなかったです、本当に。あー、飛びすぎ。いや、びっくりしました。俺もちょっと向こう行ったら、ワンワンワンって。いいバウンドに。本当になんか、子供とか入るやつみたい。風船の中に子供が、デパートの屋上とかで。遊園地にあるやつで。ちょっと分からなかったです。申し訳なかったです、本当皆さんには。あ、いえ、そうなんです。なんかそういう怖さもあってのなってジェットコースターみたいな。ありがとうございました、今日は本当に。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした今日は？タンタすいません、本当に。いや、タンタはあれで OK ですあれで OK ですか？うん、あれでなんかいつも間違えてるところに気を取られてて、ほうほうほう、よし完璧って思ったんですよ。そしたらなんかあんなとこで間違えないだろうっていうとこで間違えちゃった。結構ねカメラ近づきすぎて。あ、そうですか。ちょっともうこんぐらいあんま考えてないです。あのね、今日のね、正直ね、ベストライブはね、タンタだったと思わない？あ、わかんないです、もうテンパってて、わかんないです。え、どういう点ですか？なんかね、完成度。マジで？あんなんで完成度ですか？曲忘れたんですか？それは、あ、でもね、途中でね、おい、ゆうこって思ったところはあったけど、俺もあったから。しかも音拾うやつ中に入ってたし。え？音拾うやつ中に入っちゃってて、なんか聞こえないなと思って。あんなものはもうしょうがないです。あ、すみません。インスタがね、はい、なんかだんだん良くなってる。お疲れ様でした。どうでした今日？いや、楽しかったですけど、どうですか？なんかね、こうね、皆さんこう不発な感じですかね。そうっすよね。ねえ、こういう時に限って後の飲み会が盛り上がっちゃったりするんですよ。ああ、するね。なんかね、みんなでダメ出しの試合とかしてね。そうそうそう。言い合いね。俺は良かった。俺は良かったよみたいなね。
何ですか今日の総評。あのね、はい、石井ダメ。それはね、重々承知してるから、他にビシリトルを抜きで、あの学園祭らしくて楽しかったね嫌味たっぷりっすねいやでも本当こういうのはね、こういう場でしかできないことだから、それはそれでいいことだと思うんですけどね。あの続けてほしいよね、やった場合。それはあるよね、これだけで終わらない。そうそう、他のところにも行ってほしいよね。そう、ガツンと行ってやって、しっかりやれってことだね。しっかりやれってことだね先輩からの、はい、マニマニロマン高いですか後輩ですよ、あいつら。はい、もっと行ってやんなくていいですか。かっこいい子何人かいたね、3、4人ね。顔が、うん顔がかっこよかった。ありがとうございます、はい、あ、最後に今日のデシリットルは、いや、全然ダメだね成長しなさい。はい、はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。どうでした今日は。ウクレレがいっぱい失敗しちゃって、あー失敗したって顔をして、チューリングもずれてて、うわーとか思って気持ち悪かったんですけど、楽しかったです。おー、なんか声の方はちゃんと言うことを前よりか合ってたから楽しかったなと思います石井さん、あれ良かったですよ。どれですか。メルセデスベンズ。いやー、今日のデシリットルはね、語らない方がいいぐらい悪かったっす、ね、あ、そうなんですか。そうですね。なんかこの結構なんだっけこれ、漫画ドリーム。漫画ドリームのなんか、ね、上に上げるのがすごく好きだった。あそこが一番好きなんだけど、今日のはね良くなかったっすね。あ、そうなんですか。あれでも良くなかったんですか。ていうかいつも通りなんだけどあれで、でもあんまりはい。じゃあ、そういうことで。それでは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか、今日。いやー、今日もボロボロでした。ボロボロでしたか。はい、ちょっと、あとビデオを見て反省しておきます。反省会、はい、この後打ち上げではあれですか。はい、みんなでダメの出し合いですか。そうですね、そうですね。間違いない、間違いない、間違いない、間違いない。ベースとは、ベースとギターです。なんすか、ショー的にはどうだったの、今日は。いや、間違いないです。何が。間違いなく話し合いが必要だと思います。まあね、ミーティング、まあ、この後のこうネオンスタッフトークを聞いて、うん、どういう、とりあえずミーティング、ミーティングっていうか、なんつうんだろう、なんつうんですかね、清水さん。まあ根本から変えていかないとね。ラストライブ、ラストライブっすか。でこれを踏み台にして、今日のはもう踏み台っすよ、あんな客どもはあんな客どもはうんこっすよ。アンドすごい。じゃあ今日はお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ちょっと待って、はいはい、お疲れ様でした。どうした今日は。そうっすね、そんな緊張はしなかったんですけど、はい、まあ全然ダメって感じなんで。全然ダメですか。あえてダメ出しですか。そうっす。アンディの気分的には盛り上がった。今ですか。あ、気分的には、あ、まあやってる最中はまあ盛り上がってたと思うんですけどね思うんですけどね。じゃあこれからもガンガンやっていきますか。これからもやります。おい、かな。おい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。あ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、しょっぱい酒を飲むことにどうやらなりそうです。なりそうですね。いやでもね、インスパね、はい、良くなったよ、途中から。そうですか。うん、最初はね、えインスパどうなの。そうですね、石黒のトークはかっこよかった。本当ですか。ちょっとやりすぎたかなっていう感じが。何を、トークを。トークを全部あー、ちょっとダメですね、まだ。あのね、アンコールの前でね、みんなが帰り出しただけでどうしようかと思ってね。帰り出したんですか。帰っちゃってる、帰っちゃってると思って、早くやんないと思って、はい。そうですね、アンコール起きなかったですね、ビーム。いやまあ、そのまま終わってもいいかなとはちょっと思いましたけど。いやでも、難しいですね、ライブは。難しいですね。はい、でも、ネオンちょっと怖しそうになってる、途中から本当に申し訳ないなっていう思いが湧いてきましたね。やばいやばい、ね、ちょっと焦りが出てきました。店員さんとね、
やっぱあれだよね、体育館とか飛びすぎるよねみたいな話を出ました。出ました。そうですよね、やっぱ。いやちょっと他のメンバーの人ちょっと申し訳ないですね。せっかくやったのにもっと完璧な、ジャクさんとかも微妙に失敗したんですよ。あ、そうなんだ。ちょっと完璧なのを見せたかったですけど、うん、まあ次に次で、はい、本当続けたいよね。続けたいですね。そうなんだね。これはやっていきたい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。最年長、最年長カネさん、最年長新さんじゃないですか。どうでしたか、どうでしたか。いややっぱ道のりは避けられないとこだなって、ああね、そう感じましたね。まあこのビデオは後で見たら分かるけど、やっぱりこう学園祭感じは ね、まああるけど、ただ初めてだっていうのがあるからね。あ、そうですね、うん、これを踏み台になんかね、観客の中でね、なんか湿布臭くないとかいう話が出てたらしい。そう俺も吹きながら吹いてたんですよね。やりマジでへこんだな。ごめんねって思いましたね。でもまあありですよ、今日のは。ありですかね、うん、来てくれた人は、楽しい人は楽しかったし。そうですね、うん、そうですね。こう次まだやったら何人来てくれるか。あ、それはでもほらね、続けないとこれをで終わりにしたら。そうですね、あれだからね。そうですね、はい、まあもうちょっと頑張りたいなと。いや、もっと荒海結構トラブルもあり、しかも俺らじゃないしみたいな、はい、気まずいみたいな。高ややこしっかりしろみたいな。まあでも楽しかったですね。はい、よかったです。ありがとうございます。石井さんのやつをビデオで楽しみにしてます。いえ、中で見とって。あのアカペラはどうなの？どうなの？はい、切ります。お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでした今日は？ちょっと泣きたいです。ごめんなさい。ちょっとソロね。もうみんなにごめんなさい。本当にない。まあまあでもいい曲なんだよね、こういうとこで。そうですね、やっぱすごい手が震えました。前とはちょっと違いました。で、ね、はい、違いますね。ね、ちょっとネオンを舐めてたところがあったんですけども、ちょっと改心させられました、ね。それは何、ネオンを舐めてたってのは俺がやってるところでしょ。いや、そんなんじゃないですよ。所詮石井がやってるところだろみたいな。違う違う、そんなんじゃないです、全然。いや、ネオンはレベルの高いライブハウス。そうっすね、うん、と思いました。客の耳も超えてるしね。超えてますね。あ、もうちょっともういやだ。いや、でもほら、これで、あ、でもこれで終わりにしたらね、はい、ちょっとなんかこれをいい思い出にはしたくない。そうですね、これをきっかけにもっとギター上手くなったら、うん、ですね、もうイベントとかじゃなくてね、はい、ちゃんとしたライブで対バンもついてみたいな。そうですね、ちゃんと晴れるぐらいギターソロできるように頑張ります。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。なんかさっきからこれを踏み台にしてばっか言ってるんだけど。そればっか言ってますか。すいません、申し訳ない、申し訳ない。いやいやいや、ごめんなさい。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。はい、たくさん、お疲れ様でした。あと3分です。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。余裕がありませんでした。はい、自分の返しが聞こえない。え、返しが聞こえず。それはリハ不足だね。はい、あとやろうと思ったことは全然できてません。余裕がありませんでした。まあ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 、でも客は飛んでたから床も壊れそうになったし、はい、ステージへこんだんですよ。うん、歪んたわんだんでしょ。はい、感じました、俺、足の裏で。足裏感覚。どれ幅がいいっすか。適当にもう自分の荷物と、まあ、美味しいか分からんけど、お酒を飲みたいと思います。そうだね、枯渇しております。はい、これはもうこれで消化して、はい、美味しくいきましょう。飲みましょう。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。もう2分ないです。マジか。はい、近すぎじゃね。大丈夫大丈夫大丈夫。マジか。はい、あ、リックさん踏んでダメだよ。お疲れ様です。お疲れ様です。どうした今日は。まあ、自己満で。何一番いいのはワーストだったっ、やったったっていう感じで、別に自己満なんで良かったです、うん。いや、自己満じゃなくてね、かなりね、ワーストはレベルが高かったですね。マジか。ええ、あとですね、石井さんの時にね、はい、調子もんなとか言ったけど、はい、ごめんなさいね。ああ、全然全然。盛り上がるためだから。いや、うん、なんかあれがなかったら俺が大変なことになってたっていう。でしょ、うん、マジか。あ、まあ、そんな感じで、はい、来てよかったです。はい、わざわざありがとうございました。いい、ありがとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。お疲れ様です。
山岡さん、山岡さん、お疲れ様でした。あと1分です。え？あと1分です。何ですか？テープの残りが。マジですか？何ですか？ですね、今日はですね、加藤の蘭さんが来てるということで、ちょっと2001堀口秀俊加藤の蘭ということで、ちょっと2002冬の陣、冬の陣、冬の陣ということで、ちょっとね、続いてちょっとあちらに会場もあんなね、今喜んでおりますが、こんな俺らこういうとこ言っといて加藤の蘭一人、ちょっと加藤の蘭のことばっかし考えちゃいましたね。ちょっともっとライブに集中して、そうですね、ちょっとどうすればこう、また復活するかという。あ、でもね、なんかね、最後にね、はい、あ、お疲れ様でしたとか言ってね、加藤がね、言って、はいはい、堀が照れてる場面があったね。マジですか。あいつが照れてましたね。マジですか。何というわけで、お疲れ様でした。お疲れ様です。あ、お疲れ様でした。締めです、締めです。30秒です、マジか。マジか。あ、とりあえずなんか、みんな楽しそうで良かったですね。良かったよね、楽しかったからね。はい、やってる俺らやっぱ石井さんレベル高かったっすよ。いや、低かったっすね。え、あれはレベルが低いっすね。マジですか。いや、そんな俺のことよりも、ほらあと10秒。マジですか。どうしましょう。即倍だ、即倍だ。いや、もっとこういい締めを。はい、2、1、ありがとうございました。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今日のデシリットルは、はい、いつもの通りです。はい、別に問題はないです。あれで、みんなにダメ出しはされましたが、はい、関係ないです。はい、だって何も覚えてない。もうやった時にまだテープ終わらない。あと何したらいい。とりあえずチンコ出したらいいかな。いや、それはいいや。それはいい。あ、いいですね。いや、でもね、本当今日はね、はい、皆さん、あの、盛り上がったからいいんじゃないでしょうか。そうですね。テクニックとかそんなもんは後からついてくるもんだし、ね、そうですね。みんなもっと頑張ってどんどんライブをしましょう。まだです。しましょうで止めろよ。まだです。まだ。あとね、酒が足りなかったね。デシリットル、今日デシリットルどうだった、山岡的に。デシっすか。うん、デシはね、あの、控え室で聞いてたので、はい、よかったと思います。嘘つくなって、ましょう。ぶっちゃけぶっちゃけぶっちゃけ、うん、ぶっちゃけあんまり聞いてませんでした。あの、最後の、はい、最後のバンドはいいんでとかって言って立ってくださいみたいなことを言ってる時に、はい、おー、さすが石井みたいな。最後ね、相当頑張ったよ。すっごいね、寒い雰囲気でした。会場中が。そうですか。どうしようかっていうぐらい。自己紹介は盛り上がりましたね、ちょっと軽くね、盛り上げ。いや、あれもでもね、手前の人だけだったからね。これ撮れてるのかな、大丈夫なのかな。多分大丈夫。なんかね、はい、録画あれが点滅してるんだよね。録画っていうのが点滅してるんですか。そう。じゃあ俺が最後に、はい、平井堅、はい、大きなのっぽの。こっからいいとこ。色男。そうそう、帰るか。Yo、俺たち MC、Yo。最後に締めない。締めてください、二人で。はい、どうも。どうも。もう石井さんとはやってられんわ。なんでやねん。お前、失礼しました。失礼しました。